18日から4日間、佐賀市の佐賀県総合体育館で大麻崎争奪剣道大会が開かれました。今年は高校生、中学生、小学生合わせて618チーム、およそ4000人が参加しました。このうち高校生男子では慶徳高校が初優勝を飾りました。決勝戦は連覇を狙う龍谷高校との佐賀県勢対決となりました。先方は引き分けましたが、続く地方と中堅がそれぞれ一本勝ち、副将が引き分けて優勝を決めました。高校生男子ではこのほか宮城高校が第3位に入賞し、佐賀県勢はベスト4に3校が入りました。高校生女子では白石高校が2年連続で3位入賞を果たしました。中学生女子の決勝は神崎中学校と三瀬中学校 A の佐賀県勢対決となりました。先方と地方が引き分け、中堅は終了間際に神崎中学校が一本勝ち、副将は三瀬中学校 A が二本勝ちを収めました。1勝1敗で迎えた大将戦を一本勝ちで制した神崎中学校が22年ぶり3度目の優勝を決めました。まず準決勝で自分が足引っ張ってたので、決勝ではもう絶対取りに行くっていう覚悟で挑んだ試合だったので、負けるって気は全くしませんでした。負ける気持ちと自分たちだけではなくて、結構後輩に助けられた試合とかも多かったので、そこはもう今日は後輩にいいところを見せるようにしっかりと自分たちで最後の試合を締めくくれるように頑張ろうと思いました。最後の大会だったので、一人一人がしっかり全力を出し切って勝とうと、最後まで諦めずに攻める剣道を頑張ってほしいです。中学生女子は他にも小城市の大武館が初の3位入賞を果たし、ベスト4に佐賀県勢が3チーム入りました。中学生男子は愛知県の先進道場 A など佐賀県外のチームが上位を占めました。佐賀県勢は準々決勝で韓国選抜に本数差で敗れた北方中学校 A のベスト8が最高でした。小学生では佐賀市の青龍館 A が初優勝を果たしました。福岡県の若松新部会との決勝では幸先よく先方が2本勝ち、続く地方は引き分けましたが、中堅が1本勝ちを収めました。副将が1本ずつを奪い合って引き分けに持ち込み優勝を決めました。去年までは優勝できなかったけど、今年は優勝できたので、これからも練習をいっぱいして優勝できるように頑張りたいです。今日優勝したから、他の試合もどんどん優勝できると思うし、チームの気持ちを一つにすればまだまだ勝っていける試合もあると思うから、他の試合でもみんなの気持ちを一つにして頑張ろうと思います。みんながみんなそのことを考えて、みんなチームワークを良くするために、チームワークができてる、相手のことを考えていたりして、こう話し合って、こう次の相手とかのアドバイスみたいなのをしたりして、こうより勝ちやすくするようなチームで作戦っていうか。小学生は他にも三瀬少年剣道クラブ A が第3位に入賞しました。